こんにちは、上村です。今日は先日リクエストいただいておりましたハムスター先生に登場していただきます。ハムスター先生どうぞ。はい、こんにちは。電池入れ替えたんでバリバリすごい動きしていますね。はい、そういたしましたら今日は、キリンさんの、洋なしソルティ、塩とフルーツのジュースの動画ですね。ご一緒にご覧いただきたいと思います。そういたしましたら、まず原材料名の方からご一緒にご覧いただきたいと思います。電池入れ替えだからすっごい動きするんですよね。こちら原材料名、リンゴ、洋なし、レモン、砂糖類ですね。あとは食塩、ロレーヌ酸、ロレーヌ地方産ですね、すいません、レモングラスエキス、レモングラスエキスです。先生お願いします。香料、酸味料、マリーゴールド色素、香辛料抽出物、先生お願いします。あとカロリーの方は100ml あたり39キロカロリーです。はい、こちらが洋なしソルティの中身です。なんとなくグレープフルーツジュースに似ているんですけれども。それではお味の方ですね、チェックしてみたいと思います。洋なしの味うまいこと伝えられへんのですけど、20世紀なしのちょっと独特の酸味が抜けたようなまろやかさがあってとても美味しいです。あとロレーヌあの塩の方なんですけれども、ちょっと癖がありますね。なんかミネラルがすごい、ミネラル感がすごい出ている感じがいたします。すいません、ちょっともう一回チェックしてみます。うまい、うまいんですけど、ソルティーにちょっと癖がありますね。まあ嫌味な癖じゃないんですけれども、アクセントになってすごく美味しいです。すごい邪魔ですね。すいません、それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。